さしです。さあ、今日はですね、ついにこの動画を撮ることができて、僕はめちゃくちゃ興奮しております。今日は日本音楽史ということで、僕以前西洋音楽史の動画を撮ったんですけど、それの日本版です。まあだからこうやって着物を着て、今日は撮ってるんですけど、で、この動画、副題がね、日本人なのに日本の音楽を知らないあなたへっていう、ちょっと挑戦的なタイトルにしてるんですけど、実際そうなんですよね。日本の歴史を知っていたり、西洋の音楽史を知ってる人って多いと思うんですけど、日本の音楽史って、ほとんどの人が知らないんじゃないかと思うんですよ。確かにね、すっごくややこしいんですよ、日本の音楽史って。僕は一応、生田流の箏奏者という立場で、日本の音楽に関わっていますけど、他にもたくさんあるんですよね。雅楽があったりとか、三味線音楽があったりとか、尺八本曲と言われるものがあったり、あるいは長唄だったり、民謡だったり、もう結構こういうね、たくさんのジャンルが乱立してるカオスな状態なんですよ。それに加えて、ものすごく長い歴史があるんですよね。歴史の長さから言っても、そのジャンルの幅から言っても、結構もうものすごいボリュームがあるんで、非常にわかりづらくて、なかなか整理するのは難しいと。なのでこの動画を作るにあたってできるだけ分かりやすいように整理しました。これでだいぶ頭の中すっきりと日本の音楽史の全貌を捉えられるんじゃないかなと思っています。今って我々日本人にとって日本の音楽よりもヨーロッパ出身の音楽とか、あとアメリカから来た音楽の方がむしろ主流になってるじゃないですか。多分そこのあなたもクラシックのコンサートやロックフェスには行ったことあるけど、日本の音楽のコンサートには行ったことないよねって人ですよね。まさにそういう人めちゃくちゃ多いと思います、日本人なのに。でもこれってよく考えたら不思議だと思いませんか？もともと日本には日本の音楽しかなくて、それしか聞いてなかった時代があるのにもかかわらず、今こういう状況になっている。これなぜか。あとさっき冒頭で僕が弾いた曲ありますよね。あれ春の海っていう曲で、お正月にね至る所に流れている、多分皆さんも 100% 聞いたことがあるような有名な曲なんですけど、ここで質問です。あの曲って日本の伝統音楽ですか？本当にそう言い切れるでしょうか？他にもありますよ。ひな祭りの歌に五人囃子の笛太鼓っていうのが出てきますよね。あれの意味知ってますか？あれどういう意味かわかりますか？あとはね、そうですね、日本の童謡でもね、非常に明るい曲もあれば、七つの子や十五夜お月さんとか、あとはてるてる坊主の歌もそうかもしれないですね。ちょっと暗かったり、ダークな感じ、ちょっと哀愁があって、これ本当に子供向けの曲なのって曲たくさんありますよね。ものによっては都市伝説みたいなちょっと怖いストーリーがね考えられてたりするものもあって、明るくて子供らしい曲と陰鬱な曲、この違いって何かわかりますか？そうなんです。日本の音楽って日本人が何気なく聴いているけど、実はどういうことか分かってないものってめちゃくちゃ多いんですよ。ということでこの動画を見ていただければ、日本の音楽についてこういうことだったのかっていう驚きの連続になると思います。堅苦しい難しい言葉とか専門用語をできるだけ使わずに、できるだけ分かりやすく、そしてできるだけ面白くなるように、この動画めちゃくちゃ構成考えました。なのでぜひね、見ていってほしいですね。ということで、この動画ではこういった年表に沿って日本史の流れの中で伝統音楽がどのように発展していったのかっていうのを時系列で解説していきたいと思います。なんとこれね、飛鳥奈良時代から始まりますからね。ものすごい歴史が長いっていうのはわかりますよね。で、この流れの中で特定の楽器や特定のジャンルの説明っていうのを挟みながらね、予備知識がない人でもわかるように丁寧に解説していきます。日本の音楽の初期の初期から明治維新があって西洋音楽が入ってきて、そして今に至るまでの、この約1300年にも及ぶ歴史の流れが、これを見るだけでバッチリわかるになると思います。というわけで早速解説に入っていきたいと思います。まずは飛鳥奈良時代ですね。時代背景をざっくり言うと、まあ大化の改新とか、なんか人心の乱とかいろいろあって、で、なんと素敵な平城京とか言って、まあ710年に奈良に都ができましたみたいな、あの辺の時代です。で、この時期日本では大和朝廷が、いわゆる日本という国としての基礎を確立した時代でもあるんですね。そもそも日本という国号ができたのもこの時代らしいですね。日本史の教科書でよく言う話ですけど、中国、唐とかね、そういうところに習って、先進的な文化を取り入れて、天皇中心の中央集権国家をね、目指したみたいなね、まあそういう話、教科書でよく出てくると思うんですけど、まあそういうことをやってた時代ですね。ということで、この取り入れた中国の先進文化っていうものの中に当然音楽も入っているんですよ。そしてまさにこの時代に入ってきた音楽というのが雅楽と呼ばれる日本の伝統音楽の原型になるんですね。ただまだこの時代では現在の雅楽のような整理はされていない状態で、ちゃんと整理されて改良されて現在の形になるっていうのはもうちょっと後のことなんで、まあいわばまだこれエピソード0なんですよ。さっき中国から先進文化を取り入れたっていう話
話をしたんですけど、この時代中国だけじゃなくて他のアジア諸国ですね、朝鮮半島のね、新羅とか百済とかね、まあそういうところからも音楽を輸入していて演奏されていたんですよ。で最初はね、そういったものって別々のジャンルとして認識されてたんだけど、それらをまあ統合して今の雅楽っていうものに後々なっていくんですよね。でこういった音楽っていうのは今みたいに普通のね、一般の人たちが Spotify とか YouTube とか、まあそういうところで今は聴いてるじゃないですか。まあ一般の人たちが楽しむような音楽ではなくて、もっぱら宮廷のお祭りとか儀式とかね、あるいは仏教の儀式とか国家や宗教と関わる、そういう場で演奏されるものだったんですね。ちなみにこの雅楽っていうのは霊人とか楽人と呼ばれる宮廷の専属ミュージシャン、まあいわば国家公務員ミュージシャンによって演奏されるんですよ。でこういう雅楽を演奏する人たちの特徴として、世襲っていうのがあるんですね。有名なのは東儀秀樹さんとかね、メディアとかによく出てらっしゃって、あの YouTube チャンネルとかやられてるんですけど、東儀さんの家系とかも、その東儀家っていうのがあって、なんとこの東儀家は、奈良時代から1300年間、まあ、雅楽の演奏家として世襲をね、続けてきたらしいんですね。と、まあ、初期の初期はこういう感じになってるんですけど、ここの特徴として面白いなと思うのが、さっきもちらっと言ったように、まあ、一般の人がエンターテインメントとして楽しむものじゃなかったんですよね。どちらかというと、宗教とか、あの、偉い人とかね、国家に関わってるような人のための音楽だったと。これって、西洋のクラシックでも結構似た感じですよね。ただ西洋のクラシックも徐々に一般に解放されていったわけですよね。日本の音楽史もそれと同じような流れをたどるんですよ。ということで次はね、平安時代に入ってきます。はい、ちょっとここでね、一休み的なコラムを入れますね。さっきちらっと仏教の話が出たんですけど、ちょっと日本の宗教音楽についても軽く触れておこうかなと思います。まあ日本の宗教って基本的には、まあ日本土着って言ったらいいですかね。まあ日本に昔からその神道というものと、そして大陸から伝わった仏教っていうものがありますと。でそれぞれに音楽があるんですよ。で神道の代表的な例が、あの神社とか行くとね、なんかピーヒョロロみたいなのあるじゃないですか。なんか演奏してる時あるじゃないですか。まあね、実際演奏してる場合もあるけど、まあ、あの、録音も結構多いらしいですね。で、あれが、まあ一つの神道に関わってる音楽っていうことなんですよね。で、まあいくつかそのジャンル的なものがあるんですけど、その中で多分一番有名で分かりやすいのが、神楽ってやつですね。まあ、鬼滅の刃とかね、見た方はもう馴染みある言葉だと思いますけど、まあ、日の神神楽の神楽ですよ。っていうのがあって、じゃあ仏教は何かっていうと、まあ、神道の方がね、神社で弾けるんだとしたら、当然仏教の音楽を弾けるのはお寺なわけですよね。お寺にある音楽といえば、そう、お経なんですよ。ほとんどの人が、あれって本当に音楽なのって思うと思うんですが、あれって、音程がちゃんとあるんですよね。それをお坊さんたちが歌ってるんですよ。つまりあれは声楽の一種で、西洋で言うと賛美歌とか、そっちのカテゴリーにおそらく入るであろうと。で、あの、木魚とかあるじゃないですか。あれも打楽器ですからね。宗派によっては他にもいろんなね、楽器というか、まあ、法具というか、そういうものを使って音楽をするっていう場合もあるらしいですね。で、このお経が音楽だっていうことを示す、もう、確固たる証拠があるんですけど、今って僕も知らなかったんですけど、お坊さんの資格を通信教育で取れるんですって。で、そのお経を教える教材が、なんと5000符で書かれてるんですよ。これめっちゃ面白くないですか？まあ、だからやっぱり音楽なんですよね。ちゃんと音程があって、この通りにやりなさいっていう。この編集だけでも結構面白いですよね。ということでね、まあコラムはここで終わりたいと思います。さあ次は平安時代に入っていきます。平安時代といえば、天皇中心の政治から徐々に貴族中心の政治へと移り変わっていく時代ですよね。藤原道長とかね、あとはもう本当に源氏物語とかね、ああいう世界ですよね。それに伴って雅楽のような音楽も公式な場だけじゃなくて、貴族たちのいわゆるプライベートな場でも演奏されるようになるんですよ。まだ上流階級に限られた存在ではあるんですけど、より人々に身近な存在になってきますと。で、源氏物語にもね、例えば絵合わせって言ったりとかしてね、まあ要するにその芸術的なスキルを競い合うみたいなね、まあそういうことがよく行われていたらしいんですね。で、そういったものの一環として楽器演奏っていうのもやっぱり重要視されていたんですよ。だから結構単なる遊びじゃなくて、真剣に楽器の練習をする貴族とかね、で、その結果としてかなりの腕前を持っている貴族の人たちってのもいたらしいですね。教養の一つとして音楽っていうのが貴族の中で重要視されていたっていう、そういう時代です。さあ、ここでこの平安時代に定まった雅楽というね、このジャンルについて少し解説をしていきたいと思います。で、この前までは雅楽と一口に言っても、さっき言ったように大陸からね、いろいろ、まあいろんなとこから音楽が入ってきたわけですよね。朝鮮半島だったりとか、中国だったりとか、あるいは日本の土着の音楽っていうのがあったらしいですね。で、そういったものがいろいろごちゃ混ぜにミックスされて日本オリジナルの形式に定まったっていう、まあそういうジャンルなんですよ。で、雅楽っていうジャンルがあるでしょ。で、
その下にね、なんかサブジャンルみたいなのがあって、で、その中で、雅楽の中で、楽器演奏だけをするジャンルっていうのがあるんですね。これが管弦って呼ばれるものなんですよ。では、もう一つその舞楽って呼ばれるジャンルがあって、こっちにはその漢字からわかるように、舞の要素もあるんですよ。で、またちょっとなんか違うんですよね。で、ちょっと今回は管弦についてね、見ていくんですけど、この管弦で使われる楽器が、だいたいこういう感じになってます。で、これざっくりジャンル分けすると、管楽器が、で弦楽器があって打楽器があるっていう感じになっていて、まあなんか西洋のオーケストラでもね、まあ大体そういう感じになってますよね。でこの管弦で使われる楽器をざーっとね紹介していきたいんですけど、まずは管楽器、いわゆる笛ですね。笛系からいきましょう。この七力というやつがありますね、まず。で、まあ、いわゆる縦笛なんですよね、これはね。一番近いのだと、同じダブルリード楽器という理由で、大声が近いらしいですね。で、この七力という楽器ね、結構面白い話があって、なんかこの、塞ぐ穴の中に、絶対に指を離してはいけない穴みたいなのがあるらしいんですよ。あんまり詳しくないんですけど。で、これ、離しちゃうと、亡国の音っていう、国がなくなると書いてる亡国ですね。亡国の音っていう、国の滅亡を暗示させる不吉な音っていうのが鳴るっていうことを言われてるんですって。で、なんかね、聞いた話によると、この雅楽系の楽器っていうのは結構その呪術とか、そういうものにも結構関連が深かったらしいんですよね。まあね、滅びの音みたいな、バルスみたいなね、まあそういう感じですよね。で、楽器紹介、次はこれですね。竜笛ってやつですね。これはさっきの七力が縦笛だったのに対して、横笛の方ですね。まあ西洋楽器で言うと、フルートに近いのかなって思いますね。で、こういった七力とか竜笛っていうのが、主に雅楽の中では、主旋律、メロディーの方を担当しますと。で、もう一つ、一応その笛系にカテゴライズされる楽器として、笛っていうのがあるんですね。これはかなり音も独特なので、聞けばあーってなると思うんですけど、まあこの笛の特徴としては、さっきのような竜笛とかね、そういうものに比べて、すごい複雑な響きがするんですよね。ふわーっていう。要するに和音楽器なんですよ。まあ単音も出るんですけどね。まあ基本的な使われ方としては、まあ和音を奏でる楽器であると。で、この笛のね、和音っていうのがね、このめちゃくちゃ複雑なんですけど、これを、なんていうんですか、その西洋音楽のいわゆるコード理論とかでちゃんと分析すると、めちゃくちゃね、超オシャレ構造になっていたりとかね。まあそういうことがあるんですごい面白いですよ。まあちょっと話はそれましたけど、まあもっぱらその空間を担当するというか、音の広がりだったりとか、音の厚みみたいな、そういう空間的なね。まあそういう役割を持っている楽器ですよね。で、次は弦楽器ですよ。まずこの奏ですね。で、これ漢字を見てもそうなんですけど、お正月にあるというか、まあここにあるこれですね。この琴と、同じなのかという話なんですけど、基本的にはこいつと同じなんですよ。ただ雅楽の奏とこっちの琴は結構違うところがあって、例えば弾くときにこの爪をつけるんですよね、琴っていうのは。で、この形がちょっと違ったりとか、あと奏法とかも全然違ったりとかで、まあ基本的には楽器のなんか作りとかはほぼ同じなんだけど、まあ、やっぱりカテゴリーは違うかなって感じですね。なんで区別するために雅楽のことの方を楽奏って呼んで、でこっちを俗奏って呼ぶとかね、まあそういうことも多いですね。そして弦楽器のもう一つはこいつですよ。琵琶ですよ。で、琵琶といえばね、琵琶法師、いわゆる平家物語とかね、まあそういうのをイメージする人多いと思うんですけど、これもさっきのことと同じで、平家物語的な琵琶っていうのは平家琵琶っていうジャンルがあるんですよ。ややこしいんですけど。で、雅楽で使われる琵琶は、基本的にはその琵琶っていう意味では同じなんだけど、また違うんですよね。だからそっちの雅楽で使われる方を楽琵琶みたいなね、呼び方をすることもあります。で、最後はこの打楽器体ですね。これがまあ3種類あって、カッコと、小コと、太鼓っていう風にまああるんですけど、まあ打楽器体ですよ。で、この中のこのカッコという楽器が、いわゆるコンサートマスターみたいな、曲のテンポとかをね、まあ統括するみたいな役割があるらしいですね。で、見てわかるように、こんだけの大きな編成を合奏させるっていう、こういう形態がもうこの時代にあったっていうね、まあそれはすごいんですよね。同じ時代の西洋音楽と比較しても、この時代の西洋音楽って、大体そのグレゴリオス聖歌がオルガヌムになって、まあ二つぐらいの旋律がね、こうなんか絡み合うみたいな、そういう音楽になったぐらいなんですよね。いわゆる西洋のオーケストラの発祥ってもっと後で、それと比べても何百年も早い時期から、こんだけ大編成の合奏形態があったわけじゃないですか。だからこれ世界最古のオーケストラっていう風によく言われてるんですけど、そのくらい長い歴史があって、で、さらにすごいのが、この時代の楽器
きとか編成とかのこの形式っていうのがほぼそのままの形のまま今まで伝わってきてるんですよ。もう1000年以上ね、形を変えずにもう生き残ってきたみたいな、まあシーラカンスみたいなそういう存在なんですよ。これ実は世界的に見てもかなり特殊な例で、でなんでこんなことができたのかとよく言われるのが、日本が島国になったっていうことですよね。まあ外国からの侵入を結構防ぎやすい、まあそういう立地にあったと。結果として、まあ、異文化が入ってきてどんどんぐっちゃぐちゃになってきてみたいな、そういうことは比較的起こりづらかったと。でこれ対照的なのが中国ですよね。中国って歴史的にもう外部からいろんなね侵略を受けてきたわけですよね。その中で漢民族というのが現れたりとか、モンゴル系の民族が現れたとかで、もう民族の統一性っていうのがなかなか保ちにくい状態にあったと。あと中国はね、これまた一つの特徴なんですけど、結構その王朝が変わるたんびに過去の文化を一回リセットするみたいなことが結構よくあったんですよね。だからもう日本みたいに昔のものがそのまま残るっていうのはなかなか難しかったとっていう理由がまあ一つあって、でもう一つこれ僕面白いなって思った理由なんですけど、国家による保護を比較的安定的に受けることができたっていうのがあるんですよ。これどういうことかというとね、確かに日本でもそのずっと天皇中心だったわけじゃなくて、まあ貴族中心になったりとか、でその後に武家政権ができたりとかで、どんどんその権力者っていうのは移り変わっていくんですけど、なんやかんやで天皇家の存在ってある程度強かったんですよね。まあ政治の実際の実権を持っていたかどうかっていうのはさておき、まあ形式上であっても天皇ありきで、でも実権は貴族が握ってます、摂政が握ってます、あるいは武士が握ってますみたいな、そういう立て付けだったわけじゃないですか。でこの雅楽というのはまさにこの天皇家皇室と非常に関わりが深いわけですよね。まあそれが理由でね、ある程度継続的に国家の保護を受けることができたっていう、まあそういうことがちょっとね参考にした資料に書いてあったんですけど、これ非常に面白いなと思いました。まあこの平安時代においてこの雅楽というものがね成立して、まあそれが今まで伝わってるっていう、まあすごい壮大なスケールの話なんですけど、実はこの平安時代には雅楽以外にも音楽ジャンルっていうのが存在していて、その中の一つをね紹介したいんですけど、それが今用ってやつなんですよね。この今用は雅楽が結局まあ天皇とか貴族とか、まあそういう人たちの音楽であったのに対して、この今用の方はもう完全にポピュラーソングなんですよ。そもそもこの今用っていう名前自体が今風のとか、まあモダンなみたいな、そういう意味があるらしいんですよ。要はだから今でいうところの、まあ、最新のオリコンヒットチャートを何位に入るような、まあそういうなんか流行りの曲みたいな、まあそういう感じなんですよね。でこの今用の愛好者として最も有名な人物がこの後白河法皇ですよね。今用ってさっきも言ったように庶民のエンタメなんですよ。でも後白河法皇って皇族でしょ、にもかかわらずこの後白河法皇はもうこの今用にドハマりして普通に庶民と交流を持ってたりとかいう、まあそういう感じだったらしいんですよね。この後白河法皇が今用にハマってる描写っていうのは平家物語でね書かれてて、この間平家物語のアニメやったんですけど、そのアニメの中でもね、この後白河法皇が羽目を外して今用を歌ってるってシーンが書かれてて、なんかもう本当にあれなんですよね、今でいうところのカラオケでなんか偉い人が接待されて自分の好きなハマってる曲をカラオケで、ね、上機嫌で歌ってワイワイ騒いでるみたいな、本当にそういう感じで描かれていたのですごい面白かったですね。まあそんな感じでめちゃくちゃこの人今用にハマって、ついには今用の歌詞をまとめた良人秘書っていう歌詞集みたいなのをね、まあ編纂するに至ったほどハマってたんですよね。だから今で言うとなんすかね、本当に。でもなんか例えば中学の頃にめちゃくちゃそのなんかのバンドにハマって、でそのバンドの歌詞とかをねノートに書いたりとかってする人いるじゃないですか。なんかあれを皇族がやってたっていう感じです。なんかすごい面白いんですよね。なんかその辺が結構、ね、僕後白河法皇はね結構好きなんですけど、でこの良人秘書ね実は調べたらアマゾンで買えるっていう、ね、すごいっすよね。さあ次はですね、室町時代に入っていきたいと思います。この室町時代においてある重要な芸能の一ジャンルが成立するんですよ。それが能です。まあ能のルーツはもうちょっと古いんですけど、まあそれがね現在知られているような形になったのがこの時期ってことですね。そしてこの能の成立の立役者となったのが観阿弥と世阿弥親子ですよ。まあとりあえず聞いたことあるじゃないですか。まあこういう能がね、まあ成立しますと。で、なんでここで能の話をするかっていうと、能って、まあ基盤となるストーリーがあって、その上で踊りだったり、歌だったり、あと伴奏とか演技とかね、そういったものが全部乗っかっている総合舞台芸術なんですよ。まあ西洋で言うとミュージカルとかオペラとかね、そういうものに近いんですよね。つまりまあ音楽だけではないですけど、音楽が非常に重要な役割を持っていると。じゃあこの能の音楽について、
少し見ていきましょうか。能の音楽っていうのは囃子というものと謡というものからなるんですね。まずこの囃子というのは笛、小鼓、大鼓、太鼓っていう編成なんですよ。まあたまに太鼓があったりなかったりとかね、まあそういう感じらしいんですね。っていう囃子と謡っていうパートですね。これはなんかそのなんとなくニュアンスわかると思うんですけど、歌なんですよね。コーラス隊なんですよ。つまりこの囃子っていうのはいわゆるバンドでいうところの楽器隊で、こっちがまあボーカル、まあ集団ですけどね、ボーカルみたいなね感じなんですよね。でここでですよ、ひな祭りの曲、ちょっと僕冒頭に話しましたけど、ひな祭りに五人囃子の笛太鼓って出てくるでしょ。あの五人囃子っていうのはまさにこの四人のね、囃子隊プラスボーカル一人っていう、まあそれで合計五人でしょ。そういうことなんですよ。つまりあれで言ってた五人囃子っていうのは五人組バンドのことを表したんですよね。まあいわゆるなんだろうね、ルナシーとかね、わかんないけど、五人組バンドってパッて出てたらルナシーなんですけど、まあルナシーなんですよ、要するに。まあ室町時代になるとこういう能の音楽みたいなものも成立するっていうことですよね。ちなみにまあ室町の話じゃないんですけど、この能っていうジャンルは実はその武士とか武家との関わりがめちゃくちゃ強いジャンルで、まあそういう武家の権力というかそういうものに支えられてきたっていうことがあるんですけど、あの明治維新があるじゃないですか。で明治維新であの武士がね、今までの特権をね剥奪されるっていう時期があるでしょ。あの段階でこの能もそういう理由で大ダメージを受けちゃうんですって。でその後に能がじゃあどういう風にしたかっていうと、実はこの三井とか三菱とかの信仰の財閥系ですよね、その信仰の富裕層とかをパトロンに得ることによって生き残ることができたっていう話なんですよね。だから結構こういう芸能とか、まあ音楽もそうなんですけど、どことひっついてるかっていうものが非常に重要になっていて、そのひっついていた先が時代の流れによってね、権力とか財力を失うと、その芸能ジャンルとか音楽ジャンル自体も危機に瀕するっていう、まあこれ結構あるあるなんですよね。はい、ちょっとまたこの辺で休憩がてらコラムを入れたいと思います。さっきね、五人囃子の話をして、五人囃子って能の音楽を演奏するバンドなんだよみたいなね、まあそういう話だったじゃないですか。じゃあそもそもなんで能の人たちがひな人形のとこに座ってんのっていう話があって、で僕気になってね調べたら、あのひな人形屋さんがやっているブログみたいな、まあそういうところにちょっとそれがね書いてあったんで、ちょっとそれを紹介したいと思います。そもそもね、このひな飾りっていうのは天皇と皇后の結婚式をまあ模したというか、まあそれ体現したものらしいんですよ。で、あの天皇と皇后であれば、そこに付随する音楽っていうのは雅楽であるはずなんですよね。だから実際五人囃子は出てこないはずなんですよ。なぜかっていうと五人囃子は能の音楽だからね。じゃあ何かっていうとね、実はひな人形に五人囃子じゃなくて五楽人っていうのかな、あの五人の楽人ですよね、雅楽を演奏する人たちが並べられているパターンもあるらしいんですよ、一応。ただ江戸時代になると、さっきも言ったように能っていうのはね、武家社会と非常に関わりが強いので、その流れで能というものが広まるでしょう。そうすると能の五人囃子の方がまあ一般的には認知されているっていうことになるんですよね。こういう時代の流れがあって、より身近に感じられる五人囃子の方が五楽人の代わりにひな人形に飾られるようになったっていう説があるらしいです。で僕実はあの男兄弟二人なので、兄がいるんですけど、二人男兄弟なのでひな人形っていうのはあんまり縁がないんで、全然そのこと知らなかったんですけど、結構ね、そこのだ五人囃子っていうところを深掘るだけで、こんな歴史の流れがね見えてくるって面白いですよね。さあ室町が終わって、次はというと、そうですね、みんな大好き戦国時代です。まあ、とはいえ、この戦国時代の話には、信長とかそういった人はね、出てこないんですね。あくまでも音楽史なので。じゃあ、この戦国時代の主役は何かというと、ここで出てきます。三味線です。三味線が日本に伝わった経緯っていうのは諸説あるんですが、まあ、よく言われているのが、三味線の原型となるような楽器が中国から琉球ですね、今の沖縄に入ってきて、それが三線になったと、まずね。まあ、三線って今でもありますよね。あれになって、で、その琉球の三線が、その本土との貿易で、日本の本土にも入ってきて、今の三味線になったっていうのが、通説になっているみたいですね。ただ実は、この詳しいその伝来の時期とか、そういうものがね、結構わかんないらしいんですよ。で、まあ、おそらく、16世紀の中盤から後半、まあ、大体時代で言うと、
本能寺の変があったのが1582年なので、まあ信長が光秀に殺されちゃうちょい前ぐらいですかね。まあ、大体あの辺にあの沖縄の三線が本土に入ってきたんじゃないかって言われてるらしいですね。でここであのね、三線とか三味線とか言ってるけど、そもそもここが何が違うのかわからんと、まあいう方のために、まあすごくざっくりとね違いを説明したいんですけど、まあ一番ね大きな違いはね、まあいろいろあるんですけど、一番大きな違いが素材なんですよ。沖縄の三線の方はこれ錦蛇なんですよね。まあ結構見た目的にも分かりやすい感じですよね、錦蛇の感じね。で一方で三味線の方は犬か猫なんですよね、基本的には。これもなんかいろんな理由は言われてるんですけど、まあどうやらその本土にそもそも錦蛇がいなかったから、まあそうなったんじゃないかっていう話がありますね。ただ今はその犬とかね、猫ちゃんとかね、まあその辺がかわいそうだっていう理由で、まあ合成のね、まあ人工的な素材が使われたりっていうことも多いですね。であともう一つ大きな違いが、このね、何でこの弦をね、弾くかっていうことなんですよ。で、三線はちょっと僕持ってないんで、この画像になっちゃうんですけど、まあ三線はこういう、このね、指にカポッとはめる、まあ爪みたいなのを使うんですよね。で、三味線の方は、皆さんおなじみの、ちょっと待って。まあこういうね、で、これで、ベン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 やるわけですよ、これで。まあ、っていう感じで、なんかその楽器の形に似てる割には全然弾き方が違うっていうね。で、まあ、ここもね、なんで三味線がこうなったのかっていう話が、いろんな説があるんですけど、一つ言われてるのは、同じような弦楽器に琵琶っていうのがもともとあったんですよね。で、その琵琶を参考にして三味線が改良されたんじゃないかっていう話があるんですね。実際この三味線を最初に弾いていたのは、琵琶法師だったらしいですね。で、この三味線という楽器が導入されて、この琵琶法師という人たちがね、まあ弾き始めたと言われてるんですけど、その後に主要なプレイヤーになったのが、いわゆる遊女と呼ばれるね、まあそういう業界の女性たちだったんですよね。まあ鬼滅の刃の遊郭編みたいな、ああいう世界観ですよ。で、ちょっと話取れるんですけど、鬼滅の中で、善逸が三味線弾いてるシーンがあったじゃないですか。あるんですけど、そうなんですよ。三味線って、遊郭みたいなそういう文化と関わりが非常に深いんですよね。じゃあなんで三味線がそういう遊女たちによって演奏されるようになったかっていう、実はここね、歌舞伎が関わってるんですよ。お、ここで出てきたかみたいな歌舞伎ね。まあ感じだと思うんですけど、もともとね、そもそも歌舞伎っていうのはどういうルーツかというと、今でこそね、その市川海老蔵さんとか、そういう男性の方がやるっていうイメージがあると思うんですけど、もともとは女性がやるものだったんですよね。で、そのルーツとされているのが、出雲の奥にって呼ばれるね。これ名前だけは聞いたことあるじゃないですか。で、それが発展していって、で、いわゆるその遊女歌舞伎っていうジャンルが生まれるんですね。で、この遊女歌舞伎の楽器として三味線が使われたんですよ。で、まあその後ね、歌舞伎の方は徐々にその男性中心のね、文化になっていくわけなんですけど、三味線というものは残り続けたっていうわけですね。このように三味線っていうのは、今まで見てきたような雅楽とかね、そういうものとまた違って、非常に大衆的な文化の中で浸透していったんですよ。これは三味線の大きな個性の一つですね。というわけで、他にもその浄瑠璃とかそういう文化にも三味線が取り入れられるようになって、いわゆるその一般の人たちの中で大流行するんですよね。なんか趣味でね、三味線を弾く人っていうのもどんどん増えていったらしいですね。で、あと三味線っていうその楽器の性能っていう意味でも、結構三味線って重宝されやすいところがあって、結構その音の高さとかを自由に変えられたりとか、あと割といろんな音色を出せたりとかするので、そういう意味でも伴奏楽器とかとして結構重宝されやすかったのかなっていう感じがしますね。ただ一方で、元々その遊女とかそういう文化と関わりがあるものだったので、人を惑わす楽器とかそういうイメージも強かったんですよ。こういう三味線の個性を見ていくと、多分僕がね一番近いなと思っているのがエレキギターなんですよ。エレキギター、今でこそね、まあギターやってます、エレキ弾きますって言っても、まあ普通じゃないですか。でもエレキギターが当時出てきた時なんて、エレキギターなんてあんなものは不良の楽器だと、教育上良くないみたいなことを本気で言われた時期っていうのがあったんですよね。でもやっぱりその既存の権力とかになんか反抗したい若者とかの間では大流行したわけですよね。で、形的にもね、奏法もフォームとかだいぶ似てますし、で、かなりいろんな音が出せたりとか、いろんなメロディーを奏でられるとかね。まあそういう意味でも、ギターも三味線も伴奏楽器としてめちゃくちゃ優秀だったりとか、まあ結構ね、いろんな共通点があるんですよね。で、三味線のイメージを捉えるには、結構エレキギターのイメージだと思ってもらえると、意外とわかりやすいかなと思いますね。で、三味線の特徴として、こうやって、ほんと庶民の間で、どんどん広がっていったわけですよね。で、いろんなところに使われて、いろんな場所で使われていた結果、ものすごい数のスタイルが生まれるんですよ、各地で。で、このスタイルのことをね、
種目とか言いますけど、さすがにこれ全部紹介するのは無理なので、一つだけ紹介します。青森県は津軽を発祥とする三味線のジャンルがあります。これが津軽三味線なんですね。津軽三味線に使われる三味線って結構特徴があって、いわゆるその、三味線って竿の長さがいろいろあるんですよ。で、細竿、中竿、太竿みたいな感じで、まあ細い順にね、まあこういう感じになってるんですけど、津軽三味線で使われるのは太竿っていう一番太くて、すごいでかい太い音が出る、まあそういう楽器なんですよ。まあもともとはね、民謡の伴奏とかからスタートしたらしいんですけど、今ではその津軽三味線の独奏ジャンルみたいなね、まあ独奏で三味線を弾くっていうジャンルとかも確立して、すごいだから人気になってますよね。すごいね、技巧的なこともね、バリバリできるし、すごいなんかロックな感じになるし、打楽器みたいな結構パーカッシブな奏法とかもできるんで、結構だから有名な三味線奏者で実は津軽だったっていうパターンはまあかなり多いと思いますね。例えば有名な吉田兄弟さんとかね、人たちも津軽三味線だし、あとは和楽器バンドの蜷川紅さんとかね、人も津軽三味線なんで、結構もう津軽の人っていうのはかなり多いですよね。で、津軽もやっぱりそういう種目の中の一つなんですよ。やっぱりそれこそなんか天皇家とか貴族とかそういう文化で育ってきたものじゃないので、やっぱりどんどんこういうね、一般の人たちによってどんどんいろんなジャンルを開拓されていったっていう、まあそういうジャンルなんですよね、三味線っていうのは。あと最近エレキ三味線とかね、そういうものも開発されてたりとかして、もう本当に多種多様です。あとなんか三味線に関して言うと、ギターやってる人とかベースやってる人たちとかはね、結構見てると面白いかなと思いますね。これってギターで言う、あれじゃん、ハンマリングオンプリングオフじゃんみたいなね、そういうことが結構あるので、まあ、ベースだったらもうかなりスラップに近い状態でね、まあ基本的にこのダウンストロークですよね。ダウンストロークはもうスラップ奏法とほぼ同じようなことやってるんで、まあなんか弦楽器やってる人は結構そういうところも楽しめるかなと思いますね。まあ戦国時代はこういう感じですね。はい、休憩があったらちょっとコラムを入れたいと思います。風が吹けば桶屋が儲かるっていうそういう言葉あるじゃないですか。まあ何か一つの出来事が何かに影響を与えて、さらにそれが何かに影響を与えて巡り巡って意外なところに影響が出ますよねみたいな、そういうことを意味する言葉ですよね。これ、なんで風が吹けば桶屋が儲かるのかっていう流れ知ってますか？実はここにさっきまで紹介していた三味線が関わってくるんですよ。じゃあ説明しますね。まず風が吹きます。風が吹くと砂ぼこりが舞いますよね。砂ぼこりが舞うとどうなるか。砂ぼこりが舞うとその砂が人の目に入ってしまって、たくさんの人が失明してしまいますと。まあ、これね、どうなのかっていう話なんですけど、目に砂入ったからって、失明するかどうかはさておいてですね。まあ、そうすると、失明する人が増えます。で、失明してしまった人は、三味線で生計を立てようとします。ここなんですよ。まあ、実際にその三味線を最初に演奏していた琵琶法師。実は琵琶法師ってどういう人たちかっていうと、目が見えない人たちなんですよね。で、この後に僕、琴の説明をするんですけど、実は琴と目が見えない人たちっていうのも非常に密接な関わりがあったりするんですよね。で、話を戻すと、三味線で生計を立てたい人が増えますと。そうすると、三味線ってさっき僕、三味線の素材としてね、猫とか犬の皮っていう話を言ったと思うんですけど、三味線の需要が増えて、三味線を作るために、まあ、猫がね、まあ、ちょっとかわいそうですけど、人間にとって三味線にされてしまうと。で、猫が減ると、その分相対的にネズミが増えるじゃないですか。ネズミを食べる猫が減るとね。で、このネズミたちが、いろんな家に侵入して、風呂場の桶をかじると。で、桶をかじられちゃった人は、しょうがないから新しい桶を買いに行くから、桶屋が儲かるんですよ。っていう、実はここを紐解くと、ちょっと三味線の特性というのがね、まあ分かってくるってことですね。実際その三味線の皮のために猫を捕まえて、業者に売り渡すみたいな、まあそういうなんかね、猫取りっていう、そういう人たちもいたらしい。ですよ。ということで、戦国時代が終わったら、はい、次はね、いよいよ江戸ですよ。江戸時代がやってきますよ。で、この江戸時代における重要な楽器というのがようやく来ました。ということで、まあこのことでございますね。ようやくね、この話ができますね。で、ここはちょっとね、僕もやっぱり琴奏者である以上、まあそうね、他のジャンルよりもそこそこ詳しいっていうのもあるし、ちょっとなんか熱は入るのでちょっとこう詳しくやりたいんですけど、まずこの琴という楽器についてですね、まずこれ発祥は中国とされていますね。で、実はこのね、このボディがね、
竜に似てるってことで、実はそのなんかいろんなパーツの名前がついてるんですけど、そこに結構その竜っていう漢字が使われたりとかしてるんですよね。まあ、ちょっとテロップで出しますけど、まあ竜角とかね。で、一般的な琴っていうのは弦が13本あるんですね。これ13本ありますと。で、この琴を演奏するジャンルを一般的に奏曲っていう風に言うんですけど、その奏曲というものはどうやって成立したかっていう話をしたいと思います。で、雅楽の時にちょっと言ったんですけど、雅楽にも奏というね、まあ同じ漢字を使ったあの楽器で、まあ同じ見た目をしているようなあれが使われていたって話をしたんですけど、まあということは楽器自体はもうその頃からあったわけですよ。なんだけど、あくまでもその雅楽の中の楽器っていう位置づけであって、この琴自体を弾きますよ、こいつが中心ですよっていうジャンルがあったわけじゃないんですよね。で、実はこの平安以降ね、琴が雅楽の場以外で演奏されるっていうことはあって、で、さらにその、いくつかのジャンルは生まれていたんですよね。ちょっとね、尺的な問題で割愛するんですけど、興味ある人は、つくし琴とか、そういうワードで調べてみてください。で、今から僕が説明するのは、いわゆる今の時代の奏曲というジャンルのルーツっていうところから説明したいと思います。で、その話をする上で、最も重要な人物、この人がこの江戸時代において、歴史を変える大改革を起こすことになります。その人物こそが、この、八橋兼業という人ですね。はい、もうね、もう琴に関わってる人は 100% 知っているこの八橋兼業なんですけど、まあ、この人こそが今我々がやっている奏曲というものの創始者なんですよ。では、邦楽とはちょっと関わりのない人でも、八橋って言ったらね、多分お菓子を思い出すと思うんですよ。京都土産の八橋ですね。で、あれって、形、生八橋の方じゃなくて、硬い方の八橋ね。で、あれって、琴にちょっとこの形が似てるんですよね。ということで、八橋というお菓子は、八橋兼業さんの死後に、彼を偲ぶ人たちが、八橋さんを偲んで作ったみたいな説が一応あるんですけど、ただこの辺のね、ルーツが何かっていうのは、結構いろんなところで揉めてるらしいですね。まあなんか、琴の人たちからすると、まあ八橋兼業がルーツなんだっていう説があって、まあなんか他にもなんかいろんな説があるらしいんですけど、まあそれはさておきですよ。この八橋兼業という人はどういう人なのかというと、実はこれね、ちょっと意外かもしれないんですけど、もともと琴の人じゃなかったんですよ。もともとは三味線とか、あと胡弓って言って、これも結構その日本のね、音楽史では重要な楽器ではあるんですけど、まあ三味線みたいな見た目なんですけど、弾くんじゃなくてバイオリンみたいに弓をこの擦ることでね、音を出すっていう、まあそういう胡弓って楽器があるんですね。まあそういったもののもともとは名手だったと。で、そういうキャリアを経てから、大人になってから琴を学び始めたっていう、実はそういう人なんですよね。なんか、まあ琴の師匠についたのが20歳とかそんぐらいっていう風に言われてるみたいですね。これ結構意外ですよね。で、この八橋兼業さんは、まあ本当にいろんな改革をしたんですけども、その中でまあ最も大きな改革の一つが平調子と言われる調弦チューニングの開発なんですよ。ということでね、ここに平調子に調弦した琴っていうのを、まあ実際に用意しましたので、まあとりあえず聞いてみましょうか。まあ、みたいな感じで、あ、これこそが琴だなっていう感じの、まあ、そういう音階になってますよね。これを八橋兼業さんが開発しちゃったんですよね。で、もちろん八橋兼業以前のことにも、それはそれで別の調弦っていうのがあったんですけど、この平調子が、まあ、そういった調弦と違う、まあ、特徴というのがあってですね。それがね、こことか、あとは、ここもそうですよね。いわゆる西洋音楽でいうところの半音階っていうのが所々に散りばめられているんですよ。っていう感じで、どちらかというと陰っていう感じというか、あんまりその明るい感じはしないですよね。暗いそのマイナースケール的なね、単音階的な、そういう感じがしますよね。で、実はこのさっき聞いたような半音階を含むこの音階って、もともとその都節音階っていう伝統的な音階があるんですよ。
で、その宮古節音階を琴のこの調弦の中に取り入れたっていうのを、これをした人が八橋兼業なんですよね。なんか雅楽の楽奏とかで使われていた音階って、こういう暗い感じじゃなくて半音を含んでないもっと明るいやつなんですよね。で、この平調子の発明によって、この平調子だけじゃなくて、その平調子の派生したやつというか、この平調子をちょこっといじくったみたいな、そういったなんか平調子のバリエーションみたいな、そういう音階も次々と発明されていくんですよね。この平調子の、なんていうんですかね、支配力というか、奏曲における支配力っていうのは、やっぱりその今でもめちゃくちゃ根強いんですよね。例えば最近の曲でいわゆる現代曲って言われる奏曲においても、その調弦がですね、例えばまあ一曲一曲琴の曲って調弦が指定されてるんですけど、その指定の仕方が平調子より例えば4と9を上げるだったりとか、本当にもう全ての出発点みたいな、そういう調弦なんですよ、平調子っていうのは。まあそういったところからもこのね、八橋兼業さんの偉大さっていうのがわかりますよね。まあでも弦楽器においてこういうチューニングが新しくなるっていうのは結構まあよくある流れではありますよね。例えばギターだってね、基本的にはレギュラーチューニング、いわゆるレギュラーチューニングって言われる、まあチューニングがあるんですけども、どん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 そのね、半音下げチューニングとか、ドロップ D チューニング、ドロップ C とかね、今はもうドロップ B とかありますからね。まあそういう進化をね、弦楽器っていうのはどんどん遂げるわけなんですけど、まあでも、ちょっとこの進化はかなり、急進的というか、もうガラッと変わっちゃった感じですよね。で、もちろんこの八橋兼業という人は、この調弦を発明しただけじゃなくてね、曲も書いてますね。で、その中で最も有名なのが、まあ本当に、そうですね、琴を弾いた人は 100% 通るんじゃないかと言われる、この6段の調べというね、曲ですね。はい、この曲がね、まあ6段の調べってやつですね。もうね、ほんと久しぶりに弾いたんでめちゃくちゃ緊張したんですけど、これね、死ぬほど有名な曲なんで、マジで人前で弾くのがね、すごい嫌なんですよね。なんかその、練習してないのとかすぐバレるし、みたいな。なんかそういうのがあって、そんぐらいの有名な曲で、本当にもう今でもこれが、じゃあ琴を習う、琴を始めるってなったらもう 100% 通るっていう、そんぐらいの影響力と知名度を持った曲なんですよね。まあこの曲を作ったっていう功績も、やっぱり八橋兼業の功績の一つですよね。まあだからすごいっすよね。本当に江戸時代の人が、もう今この時代までこんだけの影響力を持っているっていうのは、やっぱりすごいっすよね。ちなみにこの八橋兼業じゃないですか。まあ八橋なんてもわかるけど、この兼業っていうのは、名前じゃなくて役職名なんですよね。ポジションなんですよ。だから、佐藤社長とか、鈴木部長とか、まあそういう感じなんですよ。兼業っていうのは。で、この兼業さんたちが所属していたね、組織が、東道っていう組織で、この東道というのは、目が見えない人たちの組織なんですよ。そして、兼業というのは、その東道の中での最高位、トップ。まあなんか厳密に言うとなんか大兼業みたいなのがあるらしいんですけど、まあそういう人なんですよ。だから非常にね、偉いところまで上り詰めたっていうことですよね、この八橋兼業さん。でね、この兼業っていうのが、その東道の中では偉いけど、じゃあ、他のなんか武士とかそういう人たちと比べるとどうなのかって話なんですけど、これね、すごいのは、結構その、大名とかと比べても引けを取らないぐらいの権力があったらしいですよ。兼業のトップクラスになってくると、10万石の大名に匹敵するっていう風に、まあそういうことを書かれてたんですけど、で、なんかその情報によると、なんかその大名としてカウントされるそのボーダーっていうのが、大体その1万石とかそういうレベルなんですって。で、このね、兼業のトップになると10万石ってことは、もうそんじょそこらの大名だったら、もう太刀打ちできないような、そんぐらいの権力を持ってたっていう、まあそういうことですよね。というくらいの権力を与えられていたんで、社会的な地位という意味でも非常に高くて、まあだからこそ手厚い保護を受けることができてね。で、その保護の中で、
いろいろな剣業さんたちがこういう芸をね伝承していったりとか、まあ新たな流派を作ったりとかねいうわけですよね。まあそれはさておきですね、まあこれ以降その琴というもの自体がそういう目の見えない人たちの専門の職業になっていくんですよ。だから箏曲のね歴史とか、あと箏曲の古い曲とかをまあ聞くと本当にね剣業さんばっかなんですよね。それにまあこういった理由があるわけですよね。まあということで、この安橋剣業という人がね、今の箏曲の礎をね築き上げてしまった、まあ超偉大な人なんですけど、まあ要するにあれですよね、ワンピースでいうところのゴールドロジャーだし、ナルトでいうところの陸道仙人だし、進撃の巨人でいうところの始祖ユミルだし、鬼滅の刃でいうところの鬼滅無惨かな、悪役はちょっと違うかな、頼石さんの方ですかね、わかんないですけど、ちょっとごめんなさいね。まあまあそういうことですよ。まあそれぐらいの人、まあ箏曲界のゴールドロジャーと言ってもいいかもしれないですね。そしてこの江戸時代における重要な邦楽のねジャンルとしてもう一つね、まだ出てきていないものがあります。それがお待たせしました、この尺八です。でまあ江戸時代における尺八とか言ってますけど、まあこれも琴と同じで、ルーツ自体はもっともっと前からあるんですよね。まあその起源としては結構奈良時代とかね、そこまで遡るんですけど、もともとはやっぱり中国発祥で、で奈良時代に日本に入ってきたらしいんですよ。で一時期雅楽の楽器としても使われたらしいんですけど、まあなんかわかんないですけど理由はね、まあなんかあって使われなくなっちゃった、よくわからないところもあるような感じなんですよね。でちなみにこの尺八という名前の由来は、これもね諸説あるんですけど、まあ、そうですね、結構有名なやつで言うと、一番基本的なサイズって言ったらいいですかね、サイズのこの楽器、この尺八という楽器の長さがまさに一尺八寸らしいんですよ。だから尺一尺八で尺八っていう、まあ、こういう説が言われてるんですけど、結局のところはねなんかよく分かってないらしいですね。まあ、っていうその古代の尺八っていうのはそういうルーツがあって、まあ、その後にもね実はその尺八も一応発展を見せていて、例えばその戦国時代にね織田信長とかが尺八のね、まあ、ね一種である、まあ、人よぎりっていうものがあるんで、ちょっとこれ興味ある方は調べてほしいんですけど、まあそういうちょっとね、まあ今の尺八とは違うけど、まあ、尺八の仲間みたいなのを愛用していたみたいな話はあります。一応でじゃあ今の尺八っていうのはどこがルーツになっているのかと、まあ箏曲だったら安橋剣業はルーツでしたよね。じゃあ尺八は何かっていうと、フケ尺八っていうジャンルなんですよ。でこのフケっていうのは何かというとね、フケ宗っていう仏教の中の一派があるんですよ。でこの宗派は中国で唐の時代にね誕生したって言われてるんですけど、このフケ宗のお坊さんたち、この人たちのことをコムソーって言うんですけど、このコムソーたちが尺八を吹いていましたと。ただし今のように楽器として尺八を使ったわけじゃなくて、仏教という宗教の中の法具という立ち位置だったらしいです。なんかこの尺八ってすごいなんていうんですか、ステレオタイプなイメージなんですけど、なんかこういうね、まあ、傘というかなんかカゴというか、まあそういうものを被って、でなんかここまで隠れてて、こっから尺八に身を切って伸びてて、でそこでプーって吹いてるみたいな、こういう感じのイメージないですか？あれは確かにステレオタイプなイメージだなって思うんですけど、でもルーツはやっぱりあれなんですよ。もうあれがまさに古武装なんですよね。っていうことなんで、少なくともこの近代に至るまでに、この尺八という楽器と古武装、そして吹け衆というのは、切っても切り離せない強烈なね、結びつきがあるっていうことをまず覚えててほしいんですよ。じゃあこの吹け尺八はどのようにして日本に来たか、これを説明したいんですけど、これね面白いですよ。ただ確固たる証拠があるとかじゃなくて、一応まあそういう説があるっていうレベルの話なんですけど、結構面白いです。時代はですね、まあ、ちょっと今回、ね、飛ばしちゃったんですけど、鎌倉時代に移りますね。でこの尺八伝来ストーリーにおけるキーパーソンが、実は鎌倉幕府を作った源頼朝の息子である実朝なんですよ。実はこの源実朝という人は、どちらかというと和歌とか文化的なものに興味のある人で、まあ百人一首にもね歌が採用されていたりとか、まあなんかねその武士だみたいな戦いの人じゃなくて文化の人なんですよね。この源実朝がその権力争いとか、まあそういうところに巻き込まれていくわけなんですけど、まあそもそも頼朝と妻の北条政子ですよね。この二人の間には二人の男の子がいましたと。で頼朝って鎌倉幕府を作ったのはいいんだけど、その後結構早くに亡くなっちゃうんですよね。
で、じゃあその後誰が継ぐかっていうところで、まあこの二人の息子がいるわけなんですけど、まずはこの兄である、実朝じゃない方の頼家ですね。源の頼家が第二代征夷大将軍として、頼朝の後を継ぐわけになりますと。ただこの頼家が二代目になったことに対して反発する勢力っていうのが現れたんですよね。それが、北条政子の一族、北条氏なんですよ。まあそもそもこの源頼家という人は、結構ね、傍若無人な振る舞いをしていたと言われていて、まあそういうところが、反感を買ったっていう話もあります。まああとはその、比企家っていう、まあそういうちょっと家と家とのね、比企家対北条家の争いみたいな、まあそういう部分もいろいろあって、まあ北条氏がね、頼家をよく思っていないということで、頼家の弟であるその実朝を担ぎ上げて、頼家と対立を始めるんですよね。で、なんやかんやって、この比企家だったりとか、頼家っていうのは、まあ、北条氏によってね、まあ、滅ぼされたりとか、まあ、頼家は幽閉されて亡くなっちゃったりとかして、結果的にこの三代目征夷大将軍に、まあ、思惑通りですね、実朝が就任することになるわけですよ。ただ、この時の実朝って、まだ11歳とかなんですよね。だから、当然自分で政治をやるなんてことできないので、もう政治を実際に、ね、取り仕切るのは北条氏の方ですよね。で、実朝からすると、まあ、やることそんなないわけですよね、政治において。まあ、だからか分かんないですけど、そのさっきも言ったように和歌とかね、そういう文化の方に、文化芸術の方に没頭していくようになるんですよ。で、そういう流れの中で中国の、まあ、当時は宋ですね、宋っていう名前だったんですけど、中国の宋の文化っていうのにものすごく憧れを持って、この宋に行くっていう計画を立て始めるんですよ。実朝にとってはそれが悲願であったと。ところがこの実朝は実は28歳という若さで亡くなってしまうんですよ。で、その亡くなり方がね、義理の息子にね、公暁っていう人物がいたんですけど、義理の息子に暗殺されるんですよね。で、この公暁は頼家兄の息子なんですよね、本来は。ただ頼家が亡くなってから、公暁は身寄りがなくなったので、もう実朝と実質上の親子の関係みたいな、なんかそういう制度があったらしいんですけど、まあその親子関係を結んだ仲だったわけですよ。まあだから義理の息子なんですけど、で、実朝の方も非常に公暁のことをね、可愛がってはいたんですよ。ただやっぱりその公暁からすると、自分の父の仇ではあるんですよね。その実朝を担ぎ上げた北条氏によって父が追い詰められたわけなんで、まあそういう恨みっていうのもある、非常に微妙な関係にあったと。ごめんなさいね、尺八ね、もうすぐ出てくるんで、全然話をそれちゃったんですけど、もうすぐ出てきますからね。で、これでね、もう実朝が悲劇の死を遂げてしまったということで、その知らせを聞いたですね、実朝の側近的な人がかわいそすぎるっていうことで、実朝を弔うために出家するんですよね。で、お坊さんになるわけなんですけど、この実朝の側近が高野山というところで新規革新というお坊さんに出会って、で、まあそこと仲良くなるわけなんですけど、この新規革新さんに実朝の側近がね、実朝の思いを託して資金援助までして宋に行ってくれと。で、この新知革新を宋に派遣するわけなんですよ。で、宋に渡った新知革新はここで不家衆と出会って、そこで尺八を学んだとか、あるいはその尺八を吹ける人を一緒に連れてきたとか、まあいろんな話がありますね。まあこれが本当かどうかはさておいて、これ本当だとすると、頼朝の後継者争いから日本に尺八が伝わってきたっていう、まあ、ここ繋がるんだっていう、この面白さありますよね。だから頼朝が早々に死んでしまったこととか、実朝がね、非業の死を遂げてしまったことがなければ、もしかしたら今ね、我々は尺八の音色を聞くことができないかもしれないと思うと、なかなかね、すごい話じゃないですか。まあという感じで、何にせよ尺八は日本に伝わってきていたわけなんですけど、まあそれがね、普及するのがこの江戸時代っていうことなんですよね。で、なんでこの普及したのかっていう話なんですけど、結構その大きな理由として挙げられているのが、徳川家康がですね、定めたとされている、まあなんていうんですかね、まあルールブックと言ったらいいですかね、まあそういうルールがあるんですけど、このルールの中で虚無僧っていう存在の圧倒的な特権が認められたんですよ。それによるとね、虚無僧の人は関所とかを自由に出入りできるし、刀を刺して対等してもいいし、しかも素顔を隠しても全然 OK みたいな、まあそういうね、特権が認められたんですよね。これについて僕が今回参考にした本で書かれてたことは、これ現代風に言うと、フルフェイスのヘルメットをかぶった男が
包丁を持ってどこでも行ってコンビニとか入っていいみたいな、まあそういう感じの例えになってですげえね、面白いなって感じなんですけど、まあ本当にだからそういうことですよね。で、こういう特権があるもんだから、こういう特権欲しさに、コムソーとかコムソー寺っていうのがどん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 増えるんですよ。で、当然このコムソーが尺八を吹いているわけなんで、尺八がどんどん普及するっていう側面もあるんですけど、やっぱりその横島な感情でコムソーになりたいという人もたくさんいたわけですよ。そういう特権目当ての連中によって、その悪質な行為とかがね、どん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 増えていったりとかっていう、そういうね、闇の側面もあったらしいですね。まあでもそうですね、宗教に特権が認められるとね、まあこういうことって往々にして起こりがちですよね。キリスト教圏でもね、教会のね、特権欲しさにどん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 教会ができていったりとかっていう、まあその宗教が発展するとかね、布教するっていう側面もあるんだけど、まあどんどんその腐敗していくっていう、まあ、流れになっちゃいますよね。ただまあ尺八の発展っていう意味では、まあこういうところがね、やっぱりそのいい方向に働いたっていう側面はあって、こうしてね、たくさんコムソーとかコムソー寺とかが増えたわけなんですけど、まあ、こういう人たちがね、各地で尺八を教える教授所みたいなのを作ったんですよね。実はもともと誰でもかんでもコムソーになれるわけじゃなくて、コムソーになって尺八を吹いていいのは武士だけですよっていう風に書いてあるらしいんですよ。だから一応制度上では一般の人に尺八を教えるっていうのは禁止されていたらしいんですけど、まあコムソー寺とかね、コムソー側の主張としては、いや、なんか町の人たちが勝手になんか練習とか始めちゃってて、なんか僕らはですね、免状とかは出してないのでっていう感じで、結構なんかそういう感じで運営してたらしいですよ。まあ、なんかね、コムソー寺からしてもこの尺八を教えるその教授料っていうのが一つの収入源になったりとかで、まあちょっとそれはやりたかったんでしょうね。まあまあこうしてですね、一応名目上は禁止されてるんだけども、この江戸時代にね、そういう尺八を学ぶことができる場所がたくさんできましたと。こういった流れがあって、一般市民の中にも尺八を趣味としてね、演奏するような人が増えていくわけですよね。まあこんな感じで江戸時代に結構尺八っていうものがね、どん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 勢力を増していって、結構順風満帆かに見えるんですけども、このあと明治時代において実は尺八はまさかの存続の危機に立たされます。で、これね、後ほど説明するので楽しみにしていてください。はい、ちょっとまたね、休憩があったらコラムを挟みたいと思います。まあ、尺八と琴の話をね、江戸時代ではしたんですけど、琴についてですね。で、ちょっと、ややこしいなって僕も話で思ったんですけど、この琴の漢字ね、まあ、この琴が、まあ、この琴なんですけど、お琴って漢字で書くときに、この竹冠の漢字じゃなくて、お二つに今っていう漢字、あっちも使われますよねっていう、まあそういうややこしさもあると思うんですよ。で、これどういう立て付けになっているのかっていう、そこの解説をしたいんですけど、これを説明するのにまず、琴っていう言葉がそもそも何なのかっていう話をします。現代の人って、こいつのことをおことおことっていう風に言ってるじゃないですか。なんだけど、琴って実は、こいつを指す言葉というよりも、もっとね、意味が広い言葉なんですよ。どういうことかっていうとね、昔における琴っていうのは、この弦を弾いて音を出す楽器全般のことを総称して琴って言ったんですよね。例えば日本神話でね、古事記があるじゃないですか。古事記の中ですせり姫っていうキャラクターが琴を持ってなんか逃げたみたいな、そういう描写があるんですけど、この琴のイメージでそれをね見ちゃうと、こんなでかいもん抱えてよく逃げれたなって思っちゃうんですけど、そうじゃないんですよ。同じようなその発音の仕組みがあれば、もう全部琴なんで、まあ多分ですけど、すせり姫が持って逃げたのはもっとちっちゃいタイプの、まあ琴の一種だったんだろうなっていうことがまあ想像できるわけですよね。じゃあ、現在このお琴として認識しているこいつは何なんじゃいって話なんですけど、こいつは、琴族の中の琴というカテゴリーの中の奏っていう楽器なんですよ。で、もともと中国からもたらされて、雅楽の楽器として使われてたと。雅楽で奏が使われていたっていう、楽奏が使われてたって話をしましたよね。で、この琴を弾く部活とかって、まあ、高校とか中学で結構あると思うんですけど、それって奏曲部って言うんですよ。お琴っていう時に、王が二つに今っていう金っていう本の漢字、あれも使いますけど、あっちのことは厳密に言うと、このことのことじゃないんですよね。この、奏という漢字を使うことと、金という漢字を使うことの違いっていうのは、楽器の構造の違いでもあって、奏の方は、こういうね、
これ字って言って、まあ、いわゆるそのなんていうんですかね、ブリッジって言ったらいいですかね、まあ、こういうねものを使ってこうやって音を取るわけなんですけど、金っていうのはあのこうやって音を作るんじゃなくて直接手で押さえることで音を作りに行くから、だからこういうものがないんですよね。だから正確に言うとこれは宋であって金ではないんですよね。ただね、この宋っていう漢字って普段使わないじゃないですか。で僕らですらこいつを表す時以外に使わないですからね。でなんか僕が調べたところによると、日本は1946年に東洋漢字を導入しましたと。で難しい漢字を使うのをね、そのまあ、あの制限しましょうと、その公文書とか新聞とかで難しい漢字を使うのは制限しましょうっていう風になるんですけど、この宋の方の漢字が東洋漢字っていうものに入らなかったんですかね。でじゃあ代わりに簡単な漢字を使いましょうっていう時に、こいつの代替文字として金の方の漢字が当てがわれちゃったんですよね。まあ、こういうことがあってもう本当にややこしいことになっていてね、おことっていう時に全然その金っていう漢字を使ってもまあいいっちゃいいし、そのどっちかっていうとそっちの方が分かりやすいじゃないですか、多くの人にとって。だからそのおこと教室とかをやられている方とかももう積極的にもうあえてもこっちを使うっていう人たちもたくさんいるぐらいなんで、まあね、そんな気にすることではないんですけど、だけどまあ我々こと奏者とか、あと法学をやられてる人たちにこの宋の方の漢字を使っておことっていうと、あ、この人分かってるなっていう風にはなるんじゃないかなって思いますね。暗黙の漢字でニヤっていうね感じになりますよね。多分全てのこと奏者が金の方の漢字を使われることにめちゃくちゃ慣れてるので、逆にあの宋の方の漢字を使ってもらえると、あ、なんか分かってくれてるみたいな感じでちょっと僕嬉しくなるんですけど、多分ねそういうのあると思うんで、だからそのこと奏者の人にね、あのおことっていうそうですね、 LINE かなんかで打つときは普通にねスマホでこととか宋とか言うてばね、あの常用漢字じゃない、東洋漢字じゃないっつってもあの出るんで、あのそれ使っていただければね、あの僕は嬉しいですね。はい、そういう感じです。はい、さあここまでね江戸時代まで見てきましたけど、江戸の次行きましょう。明治ですよ。ここが本当に日本の音楽史にとってどでかいインパクトがあるんで、ここから先はね、さらにね、ボリューム濃くなりますね。でもね、めちゃくちゃ面白いですよ。